取得広氏は中国の言語学者。現代中国語文法の研究によって知られる。取得広氏は蘇州で生まれた。日中戦争中の1939年に、昆明の西南連合大学に入学し、当初は物理学を専攻したが、討論の講義を聞いて、小文字学に興味を持ち、翌年には中文系に移った。大学では、李久氏と同級であったが、 二年間休学して1945年に卒業した。1946年には聖火大学中文系の副教授に就任した。中華人民共和国成立後、1952年から1955年までブルガリアのソフィア大学で中国語を教えた。帰国後はずっと北京大学で教えた。1989年に渡米し、1992年に カリフォルニア州のスタンフォード大学病院で死亡した。取得広氏は1945年以来中国民主同盟に所属していた。取得広氏は現代中国語文法の第一人者であり、その主要な論文は現代看護語法研究に収められている。この中で最も有名なのは現代看護形容詞研究と説、的で、 前者は中国語の形容詞の重ね方が単純な形容詞とは異なる使われ方をすることを明らかにし、後者は中国語ででと発音される巨字を分析して3種類に分けられることを示した。従来は文法解析に意味を持ち込む傾向が強かったのに、対し取得広氏の手法は文法をもとにした明快な分析を行うところに特徴がある。語法講義は 1960年代の北京大学での現代中国語文法の講義をもとにした著作である。現代看護語法研究以降の論文をまとめたものに語法奏法がある。この中には変形文法を扱った論文もあるが、ノームチョムスキーの変形文法ではなく、ゼリグ・ハリスの変形分析に基づいている。文法の話は、 現代中国語の文法に関する論争点を対話形式で平易に示したものである。語法習字講話のような教育的な書物も書いている。現代看護の語彙、文法部分も取得広しによる。本来の専門であった小文字の研究も続け、毛ゴもモスとの共同研究を含む多くの論文を発表している。小文字関係の論文は没語にまとめられた。 没後に出版された文集には他に以下のものがある。ありがとうございます。